こんにちは、トーマです。今回はですね、まず新アイテムメローナのおパンツですね、これを使っていきたいなと思います。交換でまず5個交換できました。で、効果はリモコンゲタと一緒ですね。 Y ポイントが2倍になるということで、これを使って隠しステージの DK ビネガーとか、あとは普通に Y ポイント集めとかね、してみたいなと思います。30分しかないからね。ああ、あったね、5個全く一緒だね。いきましょう、オン OK。でですね、まずは隠しステージやっていくんですけども、深夜にもかかわらずね、たくさん報告もらったんですけど、ここの隠しステージでさっきのメローラのパンツが落ちるみたいなので、それもね、ちょっと落とすまでできるかわかんないですけど、やってみたいなと思います。落としたいね。こいつはね、もう一体仲間にはしたんだけど、でパーティーはまあ、今回のキャラが多いかな。まあ、正直このチャップが入ってればいけます。技レベル多分ね5ぐらいでもワンパンでいけるんじゃないかな。これで終わりです。マックスだと普通にいけるかな。うん、まあ、一発では来ないよな。うわー、落ちない。まあ、こんな感じで SSS のチャップがいれば、もうね、技レベル上げちゃうとね、もうほんと何秒かで終わっちゃいますね。ポイント倍で56か。あ、これ一緒だったね。うん、ガチャの時は SSS の方が多いかなと思ったけど、一緒でした。で、まだね、大辞典の方に SSS、まだ入ってるので、おそらく最近後からね、ガチャから追加みたいな。それが今回もあるんじゃないかなと思います。また後から追加してくるやつがね、Y ポイントアップとかだったらもっと稼げるようにはなると思うんですけど、今のところは多分まだ普通に Y ポイント稼ぎしてないですけど、あんまり稼げない気がするな。さあさあさあ、おパンツおいで。落ちない。さあ、これでも食らえ。8周目ですね。まあ、そんな簡単には落ちないね。ピンクの、あー、スナックコーン、おー、あー、待って言えなかったわ。これスナックコイン、スナックコイン落ちたわ。そっちが落ちるんかい。あ、これも落ちるんだね。あー、14周目ぐらいかな。あー、落ちた。結構やっぱり、いや、報告もらった人だけかもしれないけど、十何周で落ちましたよっていう報告だったんですよ。僕14周で落ちたんで、だいたいそんぐらいで落ちるのかな。きた、これ次回も持ち越せるのかな。それだったら結構集めれそうだけどね。オッケー、落ちたわ。ちょっとコインも落ちたんで回しちゃうか。スナックコインの中身は、あ、確率書いてないんかこれ。あ、すげえ、え、必殺 G 出るんだけど、え、スキルの遺伝書も出る。これは、お、ちょっとやる気出たわ。だいぶやる気出たわ。来るんちゃう。必殺 G がいい。スナックコインだけど必殺 G がいい。はい、お、アイテムじゃない。え、待って、でもこれ当たりじゃない。え、これっつって Y ポイントアップのやつだよね。え、普通に金出たわ。マジか、結構熱いコインなのか。あ、これ集めよう。必殺 G とかスキルの秘伝書もしかしたら出るかもしんないからね。まあ、10周20周ぐらいで1枚ぐらい落ちるんだったら全然いけるしな。はい、ってことで、コイン回す予定はなかったけど、コインも結構熱いんでね、あそこの隠しステージ周回するのはなかなか面白いかなと思います。はい、ってことで、じゃあ普通に Y ポイント稼ぎしてみますか。別のステージでパーティー何がいいんだろう。とりあえずこいつがあれですね、落ちやすくするやつ、宝箱で Y ポイントアップ2体は絶対いるでしょ。で、あとどうする。キラさん、やっぱキラさんいらないか。あれはいるか、
極土の子5ポイント上がるもんね。早くしないとあれだわ、あの下駄が終わっちゃう。え、でもループできないな。まあキラコマサンタにしてみるわ一回。これで行ってみます。あんまり稼げない気がするんだよな。とりあえず一体ステージでフィーバー入ってどのぐらいかかな。で次3体ステージでもいつも通りやってみますけど、あんまり稼げない気がするな。宝箱がさ、こうやって今1個出てるけどちっちゃいもんね、大きさが。まあいつもみたいな感じでいいのかな。多分キラさん打っても大丈夫だよね、さすがに。こいつ体力ありそうだもん。うん、体的に OK。 あー結構あるね、いいねいいねいいね。極土の子打つのは怖いから。でキラコマサンタだけサクッと貯めて OK。 これでフィーバー入って、で極土の子まず打って、あ、そっか、あの DK もあれか、チャップもあれか、消せるのか、で膨らんでくれるのか。あ、キラさん膨らんだか。極土の子が来ないか。あー、まだ出てるな、左上にまだ出てるな。まあちょっと取り残しがあったけども、これで下駄中、下駄中じゃないや、パンツ中で、パンツ中でどんぐらいだ。154ポイント。これ半分にしたら70-80ぐらいか。あ、でも意外と稼げるな、意外と稼げたわ。75ぐらいだもんね。 OK。 まあでもここで100以上ねパンツ使って稼げるんだったら、あ、間違えた、キラコマサンタ先打っちゃった。さっきの隠しステージでまあ集めて、でこのステージでポイントを稼ぎするっていうのも全然ありだよね。あー、ちょっと土の子打てなかったけど、さあこれでどんぐらいいくか。ポイントの方がドン、んー、ドン194。え、結構稼げるね。もうちょいで200やん。だからパンツ使ってなくても100ぐらいはいけたってことだもんね。あ、なんか結構いけるな。ちょっと3体ステージでやってみるか。あー、ここ3体ステージだ、 OK。 でも多分ね、この宝箱が落ちてくるのが時間かかるんですよ。前はすぐ落ちてきたんだけど、時間かかるから多分ね、3体ステージでやるよりさっきのあのボスステージ1体のところでやった方がいいような気はするけどな。こうやって早く回るんだって言ってどん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 打ってると取り残しが多い気がするんだよね。うん、今全然落ちてきてないもんね、まだ。こうやってちょっとスリスリしたとしても、まあちょっとここで倒すか。これだったらやっぱりさっきのところでフィーバー入ってやった方がいいんじゃないかな、そんな気がしますね。さあ何ポイントだ。結構いけるんじゃないかな、結構。ドン、はい、110ポイント。まあちょっと下がったね、まあ、そんなに変わんないけど、なんとなくボスステージの方がいいような気はしましたね。はい、ってことで、まあ今回のイベントはまたね、新しいことが分かればすぐ動画にはしたいと思いますけど、おそらくここの隠しステージでコインとパンツを集めると。でいざね、Y ポイント稼ぎがっつりしたいっていう時はさっきのボスステージとか、3体ステージで、まあ、Y ポイント稼ぎするのが一番いいのかなと思います。ここで Y ポイント稼ぎはダメだな、ダメだわ、反撃来るから。うん、きついな。ここは本当にアイテム集めという感じですね。さあ来い。んー、だー、変なの落ちたわ。まあめちゃめちゃ高くはないね、さすがに。まあ、10周20周ぐらいして1個ぐらい落ちるんだったらね、僕もかなりの数集めてみたいなと思います。
ってことで、まあガチャでね、特殊能力の妖怪まず出さなきゃいけないですけど、ゲットした人はね、ぜひ Y ポイント稼ぎとアイテム集めやってみてください。こいつはなんだ、隠しステージのやつ。攻撃力アップし、さらにデカプニを作る。種族効果アップ。これはおそらく特殊能力ついてないんで、まあスコアタかな。今すぐは使わないですけどね、スコアタの方で使うのかなと思います。はい、ということで本日は以上になります。よろしければチャンネル登録、そして評価の方ぜひよろしくお願いします。 Twitter の方もやってますので概要欄からフォローお待ちしております。また次の動画でお会いしましょう。